ね、起きです。イエーイ。もう声も起きてない。やば。うんうん。やっほー。ちょっと寝てました、さっきまで。爆睡してて、ちょっと寝すぎてしまった。まさかのね、もう寝てしまったよ。夕寝っていうかもう完全に夜寝してたわ。そう、もう完全に夜寝してて、起きてショールームしないとって思ってやってます。寝たけどね、眠い、疲れて寝てしまった。昨日遅かったからさ、お家帰ってくるのね。で朝早かったしさ、朝レッスンして稽古に行って、もう帰ってきてお腹空いてたから、帰ってきてちょっと食べて、で眠すぎてちょっと寝ようとかって思ったら、がっつり寝てしまった。さっきまで寝てた。でしょ、あれもしないとって起きた。まあ、全然やらなあかんことあんのね、寝てしまった。そう、まあ、やらないといけないことなんて山のようにあるけどね、ちょっと疲れて寝てしまった。まずもう帰ってきたん夜やったから、夜、うん、こんばんはの時間やったからさ、遅くから寝たよね。そうなんだよ。明日もまた朝早いからね、やっちゃったと思って、じゃあ本当は30分ぐらい寝ようと思ったら、もう何時間寝たのか分からない。そう、何時間寝たのか分かんない。明日もね、朝、明日も朝レッスンして、レッスン途中で抜けて、途中で抜けて稽古夜までって感じやから、そうなの、明日も長い一日か。そう、もうだって本番まで今日17でしょ、18、19、21、22、あともう5日しかない。待って、あと5日しかないんですよ、やばくないですか。でなんなら待ってよ、22がもうだって前日で、もう前日はさ完璧でさ、リハとか完璧なリハやし、しかも前日のリハで多分もう全部できんからというと、もう21日にはもう完璧でやらないといけないから、はい、もうあと何日ですか皆さん、あと4日3日、やばい、4日3日、やばいですね、大変だ。私あんまりレッスン参加してない。参加できてないんだよね。そう、もうね、投資ってやってるんですけど、そのブロックごとですけど、もうね投資でやってるんですけど、私はそのもう何回かやってるんですよ。で明日もやるんですけど、私参加できないから、そう、私全然投資参加してなくて、やばい。やばい。ね、やばいよね、むっちゃ不安。そう、むっちゃくちゃ不安。ね、何
ちょうどね、振り入れをめちゃくちゃした日に違うお仕事で行けなくて、そうね、1回しかまだ通せてなくて、でさ、なんかさ、勝手がさ違うじゃん。16人だったらさ、まあわりかし行けるんだけど、今回さ40人弱出るじゃないですか、メンバーで。ステージの形もいつもと違うし、ステージの番号もすごくな大きいじゃないですか、ステージ自体が。だからめちゃくちゃ不安なんだよね。立ち位置って立たないと覚えらんないからさ、基本。そう、あと列とかもさ、そう、ね、めっちゃなんか人の足手元にならないかがすごく、なんででしょうね、本当にね。まあもうこれあるあるなんですけどね、ちょっとまでね、前まで超絶暇だったんですけど、なんかもうそれこそ舞台の稽古が始まる頃にまさかのね、稽古レッスンも始まって、もうえらくブッキングしまくっとってね、どうしてあんなに暇だった時は暇だったんだろうって思いますね。いい感じにね、広がっとけばね、なんかね、あんなにね、なんかやばいやばいとかってなってないのにさ、の舞台稽古とかがある時に限ってっていう、まあもう毎回タイミング悪い、なんか本当にタイミング悪いな、みんなタイミングが悪い女。頑張るしかないけどね。いやでもまだ神奈川はまだマシよ。どっちかって言うとあっちの方が心配。TDC だって、 TDC 神奈川終わって TDC まで2週間ないんですよ。でも私もうがっつり、もうゴリゴリに稽古とかぶってるんですよ。ということはレッスンにほぼほぼ行けないんですよ、多分。ということはほぼ全部自分で起こしてということなので、やばい、そっちの方がやばいわ。そうで、なんなら舞台が終わったその数日、舞台23までだったかな、その4日後、3日後27にはアジフェスがあるので、アジフェスのレッスンも参加できないから、アジフェスも全部自分で起こす。やばい、さすがにね、舞台が始まっちゃったら、本番始まっちゃったらね、レッスンには参加できないから 100%。 そう、ということはもうアジフェスはもう本当に多分前日か当日の多分みんなでぐらいしかできないと思うから、やばいね、もう楽しみだけどね、どれも。でもなんかすごくどれも嬉しいんですよ、出れることが。それこそアジフェスなんてさ、今回初めて出れるからむちゃくちゃ嬉しいのよ。で TDC もあるの嬉しい、神奈川もあるの嬉しい、舞台に出ることも嬉しいねんけど、なんか全部が被りすぎて中途半端にならないかなっていうのがすごく心配。なんかせっかく出させていただいてるし、みんなが見に来てくれるやん。ユミンやったらさ、やっぱさ完璧でさ、もうなんか不安でとかじゃなくて、もう自信でもうできるっていう状態でやっぱりやりたいやんか。でもさ、どう考えても不安やなってなってさ、立たないといけないくなってしまうじゃないですか。それがちょっとね、悲しいなっていうのはあります。せっかく出させていただけるし、出れるし、こんなに仕事があるのに嬉しいのに、なんか全部中途半端っていうのがちょっと悲しいなっていうのはあるけど、でも皆さん、このね、それこそこの時期なのにこんなに皆さんに会えるタイミングがあるのはすごく、まあこういうタイミングだから、皆さんも来れる人とね、いやちょっと様子見っていう人もいると思うんですけど、まあでもね、会える機会的にはね、たくさんあるから、それはすごく嬉しいなと思ってるけど、まあちょっとタイミングよね。タイミングよねっていうね。だってもうすでに神奈川ですらもう不安なの。なんかね、みんなさ、
みんないっぱい毎日けレッスンしてるやないですか。みんな毎日レッスンしててもうみんな完璧とかやんの。なのに私一人だけめちゃくちゃ不安だし、で逆にそれこそ私が本番してる期間もみんな舞台の人は稽古してるやん。もうそれもそれで不安よね。え、今日舞台、今日初顔合わせしてきましたよ。皆さんすごい上手かった。もうね、なんかね、すごい皆さん上手くて、なんかすごい、なんかあの座ってあの普通にこうやって呼んでるって感じだったんやけど、いやなんかさすが皆さんやなって思った。なんか皆さんめちゃくちゃ声があの素敵、なんか皆さんなんかあの声がとても可愛い。なんかね、すごい聞いててなんかアニメみたいって思った。なんかこう分かる、声優さん、まあ 2.5 次元なのかになるのかな、だからかもしれないんですけど、なんかすごいなんか声優さんたちみたいな感じ、分かるかなこの例え。こうまあしかも皆さん女の子っていうのもあるんですけど、まあ、皆さん女の方で男の方がまいらっしゃらないっていうのもあると思うんですけど、まあかっこいい声だったり可愛い声、なんかちょっと声優さんっぽい感じ、まあ、声優さんもいらっしゃいますけど実際にみたいな感じ、すごい、うん、そう、なんかこう私が今までやってきた舞台とはまた違う感じだった。うん、まあ初めてなんですよ 2.5 次元系のやつは。そうね、なんかすごく、だからなんかいや全然作ってる感じじゃないの。え、なんかね、皆さんむちゃくちゃ声可愛いし、なのにむちゃくちゃ声が通るんですよ。今回結構こう遠い離れてで、こうみんなマスクもしてらっしゃったんですけど、むちゃくちゃね声が通るの。すっごい可愛い声で、めちゃくちゃ綺麗な声で、ですごく通るんですよ、むちゃくちゃ。え、本当にすごくて、ちょっとおーってなった。まあ今回初めて私みたいに参加させていただく方と、あと3回参加してる方と2回参加してる方と、もうまちまちなんですけども、そうなんかすごかったなと。なんかちょっと私頑張んないとなぁと、え、なんかすごく、うん、そう、頑張るわ、うん、なんかなんか私だけすごい下手くそだったそう、なんかすごい私だけなんか、あのね、いや久しぶりに自分でやってて下手くそやなって自分のこと思ってしまったけど、自分でも分かるぐらい下手くそやった今日。なんかもう緊張しすぎて、でもうなんかもう本当に喉も締まりすぎてて、やばかった。え、なんかすごいびっくりするぐらいなんか下手くそでびっくりした。自分でも言ってて分かるぐらい下手くそで、ちょっとね、それでも余計に焦ってね、余計にねやばかった。そう、皆さんがうまかった、むちゃくちゃ。でも絶対面白いと思う。私はすごい個人的に声、皆さんの声がすごく好きだった、うん、っていうね。そうなんですよ。あともうやっぱ人見知りしすぎて、もうずっとこんな感じでした。結構皆さんね、前回からいらっしゃった方とか割となんかすごいもう喋られてたりとかされてたりとかしてて、って感じでしたね頑張りたいと思います。本番までにはなんか、え、なんかゆりなちゃんだけ異常に下手くそとか言われないようにちゃんと、あの、うん、葉月マリーちゃん、ラブリーハニーちゃん頑張りたいと思いますなのでちょっとこれショールームね、
ちょっともう今日は短いんですけども、終了したらマジで寝起きで本当声がさささなんですけど終了したらご飯食べて、ちょっとあのまた台本も読み、明日稽古あるんで読み返して、そして今日レッスンしたやつも振り返、今日振り入れした曲も覚えて、投資みんなやってるから、私ちょっと参加できてないので投資は、ちょっと投資も自分の中で整理して、明日のレッスンの復習して、やばい、やることめっちゃあるじゃん、寝てしまった罪悪感がやばいマジで時間もったいない、もうこんなにやることあるのにさ、もう8時よ、もう8時やのにもう寝てしまった罪悪感が本当に悲しい、あー寝ちゃった寝ちゃった寝ちゃったそう、ちょっとね、私基本的にね1個のことしかできないタイプの人間なんですが、今2個のことを同時にやろうっていう、こう自分としてはわりかし今まであまり成功がしないパターンのことをやってるので頑張ります。ピース、イエーイイエーイ頑張ります。いや、なんかさ、メンバーとかも思うけど、それこそさ他のメンバーとかでもさ同時進行でやってる人すごいよね。まあメンバーによってね、そのなんか塩梅は違う、舞台が優先な人もいれば、割と稽古参加、あ、稽古じゃない、レッスン参加してるたりとかする人もいるし、うん、まあ人によってねそのスケジュール感は違うけど、いや、なんかやってる人とか思うとすごいなって思うよ。ちょっと頑張りましょう自分さんよしよし、まあそんな感じでランキング読んでいきましょう。恋人はれわ、13位カズさん、12位 LLELL さん、 LLELL さんですかね、ちょっと読み方わかんない。11位ザガードさん、10位カラッツさん、9位ジェリーさん、8位ロバさん、7位ハル太郎さん、6位ヒカル 400X さん、5位ヤングさん、4位 TKHKG さん、3位キリアさん、2位マーニャンさん、え、待って、めっちゃ飛ばしたのよ、うち、ちょっと待って、もうやばい、ボケてるわ頭で、11位ザガードさん、10位カラッチさん、9位ジェリーさん、8位ロバーさん、7位ハル太郎さん、6位 400X さん、5位ヤングさん、4位 TKHKG さん、3位キリアさん、ゆりなちゃんファンファイトありがとう、2位マーニャンさん、1位タカさんです。ピース、はい、いやマジで本当なんかちょっと弱気になってすいません。もう私本当に忙しくなるとさ、もう本当ネガティブ止まんないんだよね、もう心配すぎて、そうもうね、ちょっとね本当に申し訳ない、なんかメールとかでそういうこと書いてたら本当ごめんなさい書いてしまう日が時がもしかしたらあるかもしれないけど、ちょっとごめんなさい、もう本当にちょっといっぱいいっぱいすぎてごめんなさいはい、っていう感じで、あ、今日もちょっと短かったんですけど、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではでは、また、明日は、そう、明日は夜配信します。朝はもうちょっと早い、無理で、夜もお稽古終わってからお家に帰ってきてから、配信しようと思います。ちょっとね何時っていうのは分かんない、まあ、ある程度の時間は決まってるんだけど、まあ、ちょっと変動したりとか押したりとか短くなったりとかもすると思うんで、まあ、ちょっと割とゲリラになると思うんですけど、まあ、夜ですね、多分多分9時過ぎ10時手前とかになるかな、今のところの稽古の予定で帰ってきてとかってやってると多分そうですね、9時半から10時ぐらいの間にできるんじゃないかなと思ってますが、まあちょっと分かんないです、うん、って感じでやっていこうと思います。ではまた皆さん明日お会いしましょう。バイバーイ。